まあ、どっちの4週間はやってもらおうと思ったさ、その間で、ね、もう全然変わらんかったらやめようかなと思ったもん。よし、来いや。はい、待ってください。入ってません？入ってる。ですよね。テレさん、なんか、地肌があんまり見えなくなってきた。そうそう、保湿剤とか塗っても全然目立たなくなって、この1週間はなんか、はい、この間なんかちょっと生えてきてるかなぐらいだもんね。そうそうそう、花だったね。明らかに生えてきてるね、これは。あ、じゃあ甲状腺機能って大丈夫なんだ。そういうことそういうことなんですよ。これに反応するということは、うん、で、食欲元気は変わりなし。はい、はい、で、A が3回、B が1回ですかね。そうです。うんちの数はここですね。めっちゃ少なくて、てかうんちの色が変わった。すごく少ないね。変わった気がしたんですけど、なんか黒いじゃないですか、いつも。はい。写真撮ってますね。なんかこういう、なんか色が。でも最近また戻ったんですけど、黒く、なんかちょっと違うじゃん。薄いって言うんですか、黒く色が薄い。なんか髪とか食べたこの子の質問なんでしたっけ。床材、床材というか最近変えたんですよ、木みたいなやつ。チップ、チップつうか、なんていうんだろう、あれ。だけ、じゃあ、そうさせたね。だから、強いとか、はい、一緒に行ってね。いいね。はい。はい。はい、じゃあ、光線診断もいいですか。あ、これです、これ。これに、これに変えて。はい、ちょっとこれ。80。こういうやつ、うん、おがくずみたいな感じ、快適マット、うん、それまではなんかふわ心地でした、うん、いいっすよ、全体的にね、おがくずみたいな、それはね、何でもね、口にしちゃう可能性はあるんだよね。いや、わかんないけど、割と黒っぽいじゃないですか、この先の形が、ね、形があって、うん、でなんか色が薄いからさ、なんかそういう色のものも食べてないかなと。じゃあまだ薬出しますからね。それとさ、はい、あのフェレットの子ってさ、はい、なんかそういえばこの間ちょっと むせるというか、はいはいはい、食べた後に、うん、咳というか、うん、それはなくなってきたわけ。それは本当たまになったんですよ。それでもまだたまにある、うん、くしゃみは毎日してます。咳とくしゃみはあんまり くしゃみはもうクシッくし、咳は、うん、あ、じゃあサブくしゃみですね。くしゃみは普通にしてます、たまに。でも、OS とかは全然なくなりました。でも、この、くしゃみからと思われるようなのは毎日してる。先週よりは今週少なかったかな。なかった。いや、風邪かもしれないね。32ね。食べて59から32ね、だいたい40、さすがにちょっとは減ったんだよね、89とかであったもんね、1回ありましたね、体重は1200多分、本当全然測れない。難しいんですよ、うん、
よっぽどぼーっとしてるときじゃないですか。じゃあまあもうちょっと減ってって、まあちょっと 気にしようとかさ、あんまりさくしゃみとかするんだったらさ、点眼点鼻薬を出しますね。うん、それから出しとこうかな。そうですね、うん、出しときます。で、じゃあね、これでやるの嫌がらないですか？どうやってやったらいいですか？まあ私がやるんだったら、はい、もうこれ持ってさ、あ、これやっぱ、ね、うん、あと持って点眼、ここ持つとさ、フェルトで割とおとなしくなるんですよ。こうやってやると、あくびするんですよ。あ、します、うん、がっつりこう持たなかですよ、うん、で、点眼点眼、まあ、じゃあそんなことしなくてね、おいでってご褒美あげてこうやってやれればその方がいいけど、なかなかそういうわけにはいかないからさ。でも これやるにしてもね、はい、あのおいでって食べさせて、はい、で、ガバッと持って点眼点眼して、うん、終わったら緩めてご褒美あげて頑張ったね、うん、それはいりますね、はい。で、あのプラノプラノフェンってステロイドじゃないタイプの消炎鎮痛剤出しますから、はい、これを 目と鼻に、で鼻が難しかったら目だけでいいです。目に入れば薬鼻に抜けるから、うん、一滴ずつですか？一滴ずつ、はい、でも鼻もやれるんだったら鼻もやった方がいいです、うん、で、まあ、回数は1日3回ぐらいやったってください、はい、で、あとそのくしゃみか、うつか、なんかそういうのをどうなっていくか、うん、おやつはなかったです。なかったですか？うん、くしゃみみたいなやつがじゃあ、微減があるのかもしれないね。それでさ、今食欲がいっぱいあるからさ、自分の免疫力で選んだら治っていくと思うんだけど、うん、まあ早く治すと、ね、うんうんうん、手助けです、はい、治すとね。プレットもさ、やっぱり食べたら、もうそれで食欲が落ちてきちゃうとさ、あの鼻炎がさ、奥に進んで気管炎とか気管支炎とか早くなっちゃって、うん、食欲がなくなっちゃってってこともあります、うん、あと他のことを重なっちゃうとね、まあ、若い子はそんなないと思うんだけど、例えばそういうのに異物合意かなんかが重なって食欲が落ちてたりそれとさ、両方が複雑に絡み合って、ね、いうところでさ、こともあるんですよ。本当ね、薄いね、うんち。やっぱそうですよね。薄い。どう考えても薄いね。なんと。そこで戻した方がいいんですかね。一回や、ね、やってみて価値があります。でも、そう、昨日、一昨日とかはちゃんと黒かったんですよ。本当。画材は影響してるかもしれないですね。ちょっと変えてみますか。そうですね、はい、はい、じゃあこの子はやっと反応してきたんだ、うん、本当に、まあ、反応してきたけど、そういうのはさ、ちょっと薬ながらそのままな感じですよ。じゃあいいですか、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ごくーちゃんは飲み薬ね、でごてんちゃんにはその点眼薬をね、はい、お出しします。今これでもあんまりいかんかったら抗生剤になる。でもこれはね、すごく極端なことじゃくしゃみなかったらさ、うん、休んでもいいです、うん、だけど、まあ、ずっとしてるんだったら、まあ、しばらくは なくなってもさ、はいはいはい、3日ぐらいはやるつもりの方がいいかな、うん、その方が効くかなと思います、うんうん、ただ抗生物質と違ってその耐性菌ができるわけじゃないからね、はいはいはい、わかりました。これで治った方が助かりますね、はい、どうしても治らないときは本当抗生剤は、うんうん、抗生剤をビシッと使ってなくなって、症状がなくなって何日か続けてビシッとやる、そういう風にしないといけないですね。はい、わかりました。はい、じゃあそれも出しておきます、はい、ごめんなさい、私そうなんだ、 YouTube アップしてた、あ、これのこと言ってなかったなと思ってさ、さっきとか別のことをさ、なんか他のこと喋ってて忘れちゃったみたいで、ごめんなさいね。全然全然すみませんでした。はい、はい。